次は応用の仕組みというタイトルなんですけれども、今度はですね、スタンダードヘアの切り方をですね、サロンヘアということはもうさまざまいらっしゃるお客さん元にヘアスタイル違ってますけども、そのサロンヘアへ応用していくときに、どういう考え方で応用していったらいいかという一つの基準を、説明、一つ例を取りながらですね、基準を説明したいというふうに思います。まずですね、長めスタイルへの移行ということで、スタンダードヘアにはミディアムカットを中心として考えると、長い、ロングがあります。そして、ニューフォーマルロングがあります。で、今度短くなってた時に、短めのミディアムもあれば、ハーフロングがありますね。ブロースはちょっとまた、別の応用の仕方として置いておいてですね、ブロースも一つにその先に置いてもいいんですけれども、でその時にもうすでにできているそのスタンダードヘアの切り方ですね、節の数だとか運行のとかですね、でそれがどのように変化をするかということをまず知ると、一つのこう考え方っていうのが分かりやすくなっていくと思うんですね。まずですね、長めスタイルへの移行ということで、これはミディアムなんですが、まずですね、その前に右の図がですね、こう4つの、これ展開図になってますけど、それはですね、この真ん中の図と左の図の天頂部はこれブルーになってます。その下がですねピンク、そしてちょっとグリーンがちょっと2色あるんですが、頭というのはこう丸く切れてますので、どこからどこまでっていうふうに分けられるものでもないんですが、ただ、部位の違いとそれと技法の違いがありますので、こういうふうに色分けすることができると思うんですね。でその色分けした時にですね、この切断面ですね、この展開図がですね、ここにちょっとこう矢印、2つの矢印がありますけれども、例えばじゃあこれが長くなるか短くなるか、そしてこの一面というのがですね、これ一面なんです、これがもっと幅広くなって、じゃあ2面が狭くなるとか、3面が幅広くなって4面が狭くなるとか、そういう伸び縮みですね。それともう一つはこのカットライン、こう丸くなってますけど、このカットラインも、もうちょっとこう上の方が長くなったり、逆にこう上の方が短くなったり、その変化でですね、ヘアスタイル、全てのヘアスタイルっていうのはできてるっていうことなんですね。もちろんこれ今ブラントですけど、この表面を、どのようにまたバラバラにするかっていうこともありますけど、ブラントで考えると、それでヘアスタイルは全てできてるってことは言えると思うんですね。そしてここに書いてある図はこれミディアム、基本のミディアムですね。この直線、これ連続刈りですね。そしてこのピンクの線のグリーンの線がこうありますけど、これがすくい刈りですね。上の方は時間がありですけども、でこの数、例えば運行線の運行の、数、または先発、一つの運行に対しての、串数ですね、串数、そしてこの連続刈りの幅の、広くなったり狭くなったりということですね。そういう変化をまず知るということなんですね。今これロングに変わりました。これに戻るとですね、これがミディアムですね。これロングに変わりました。当然ロングの方が長いスタイルですので、接合部が下がりました。接合部が下がることによって、連続刈りが、例えば、地前部とか地上部は連続刈りがなくなりました。固定刈りのうち、すくい刈りということなんですね。連続刈りあるところでも、幅が、連続刈りの幅が非常に狭くなって、で今このすくい、じゃあすくい刈りが増えてるかというと、ここではすくい刈りちょっと増えてないんですが、短めのミディアムと、ロングを比べれば当然すくい刈りの数はロング長い方が増えてるはずなんですね。後頭部ではですね、全体的に同じ技法なんですけど、全体的にちょっと下がったということなんですね。じゃあこれがもっと長くなって、例えばこれニューフォーマル、もう刈り上げが、あっても後ろぐらいということなんです。
ですね。そうするとですね、さっきのロングとかミディアムとかロングがどのように変化するかということで、じゃあ後ろで言うとですね、もう接合部が、まあ、ほとんどないですから、立体的なですね、ミディアムのような立体的なカットというよりも、まあ、どちらかというとちょっとこう平面というかですね、こう単調なカットになってくるものですから、このようにですね、すくい刈りだけでできてしまうんですね。それと、まあ、後頭部にこれ真ん中にですね、0度、正中線ですね、これ0度運行ありますけれども、ミディアムにはこの正中線上、背面正中線上の運行っていうのはないんですね。まあ、斜めに一口二挟みはありますけど、でなぜかというと、ミディアムにはですね、真ん中を切ってしまうと接合部のところが短くなってこう上がってしまう可能性があるんですね。だからこそ真ん中はないんですが、今度接合部がなくなってみると、やはりカットというのはまず真ん中を決めてですね、中心を決めて、それからこう右左っていうふうにカットしていくのが一つの切りやすい形をつけやすいと思うんですね。まあ、そういう意味で、まあ、ここには順序書いてないですけども、真ん中から切っていくということですね。そして側頭部もですね、もうこれも連続狩り、まあ、そのどのようなスタイルにするかによってもですね、同じニューフォーマルでも当然連続狩りがあったり消し釣りもいるんですが、まあ、一つのこうパターンとしてですね、連続狩りなくもういきなりすくい狩りなんですね。でこう前に第1、第2、第3、第4この運行だけでだいぶ形できちゃうんですが、まあ揃える意味も含めて、また上の方を丸くする意味も含めて567運行と、それと一つちょっと増やしてますけど、こういうですね、両方から切ることによって、長さが揃ってくるということで、まあ、ミディアムとはまだだいぶちょっと違ってきてますね。じゃあもっと長くなるとどういうふうになるのかというと、今度はもう天頂部が下がってきたとも言えると思うんですね。すくい狩りできる部分というのは非常にも下の方だけになります。もちろん連続狩りはもう全くいらないですね。でただどんなスタイルでもですね、耳の周りのこの発彩の部分は、まあ、それなりの処理はしなきゃいけないと思うんですね。ただ単にすくい狩りしといてネックラインつけたらもういいってことじゃなくて、やはり処理はしなきゃいけないと思うので、ちょっとこう色分けしておきましたけれども、まあ、そのヘアスタイルに合わせて何らかのこう角取りとか、まあ、この部分ですね、まあ、すくい狩りがですね、これすくい狩りといっても、じゃあもっと長くなったら、先ほど、その前、この前の説明の時に、技法部位によってまた長さによって技法が変わってくるというところで、スライスのカットもありましたけれども、この部分もですね、すくい狩りで切りにくいようでしたら、こうスライスを取ってカットするっていうことでもいいと思うんですけど、一応まあこういうような運動にこう変化していくということですね。じゃあ次にですね、ミディアムから今度短くなる方っていうのはどのように変化するかというと、まあ、これが、これはミディアムですね、普通のミディアムですね。じゃあこれがですね、短めのミディアム、まあ、ミディアムというのはもうハーフロングのすぐ下からミディアムですから、まあ、幅のあるスタイルですから、短めのミディアムっていうのはもうかなりスタイルがハーフロングに近づいてくるんですけど、当然ですね、こうやって見ると連続狩りの部分は幅が広くなってます。そうすることによって、今度はすくい狩りの部分が、まあ、そんなに幅が狭くなった分、すくい狩りの数も少なくなってます。で、これは、後頭部は、まあ、切り方としては同じなんですが、全体的にこの上に行く分、技法が変わっている。そして側頭部もですね、そうですね、まあこれも同じような、切り方は全くミディアムですから同じでいいんですけど、その範囲と串数が変わってくるということですね。でそれが今度ハーフロングになるとどのように変わるかというと、例えば側頭部ではですね、ミディアムにあった速度部の第1、第2、第3、第4、これもないんですね。まあ、これクリッパーここまで入れてしまいますのでね、まあ、ハサミできるんでしたらその運行できるんですけども、クリッパー入れてしまいますので、もうこの後ろに第5、第6、第7と同じ運行なんですが、その運行しかないんですね。まあ、分発線の角取りは当然行いますけども。で、後頭部もですね、
これはあの放射運行ですね。もう集中運行はもうないんですね。すべて放射運行です。ただこれもですね、この背面正中線上に一運行ありますね。でこれミディアムではなかったんですけど、ここでまた、まあ、復活したというか あるんですが、要するにこの高さに来ると今度原型が出てるということではないんですね。この下の方と違いますので、だから正中線を入れても接合部が上がってしまうということはないということなんですね。